1種類目はワニギスの稚魚です。これは2018年の暮れに西伊豆で深海魚の稚魚がたくさん上がった時期があって、その時にリュウグウノツカイの稚魚なんかと一緒に漁港で採集しました。この時僕初めてこの魚を知りまして、こんな目の上になんか羽みたいのが生えた魚いるのかと思って稚魚図鑑で調べてみたらワニギスの赤ちゃんだった。で、大きくなったらこの、羽みたいなものはなくなってしまうんですね。で、小さい時についている理由としては、一つは深海魚あるあるですけれども、浮力を保つためでしょう。でもう一つはね、聞いた話、これ敵に襲われた時にトカゲの尻尾みたいな感じで切って逃げちゃうっていう、そんな使い方をするって言われて、なんでこんなところにつけたんでしょうね。不思議なもんですね。ワニギスって分類上はワニギスアモクというものがスズキ目の中にあって、三島オコゼとかトラギス、ハタハタ、イカナゴ、そのあたりと、分類上は、さほど遠くない関係にあるというふうに考えられています。不思議ですね。続いてツムブリの幼魚、これ好きなんですよね。流れ藻に乗って漁港の隅っこにやってくる魚なんですけれども、毎年夏から秋にかけてですね、なんか近年すごく増えてるような気がします。昔全然見なかったんだけども、ここ 1,2 年房総半島の漁港で毎年何匹も見るようになりました。このサイズだとまだ分かりにくいんですけれども、成長すると、あ、これぐらいの分かりますね、体に青いラインが入ります。これがとっても綺麗でね、大きくなるにつれてどんどんラインが濃くなっていきます。お次は愉快な子が出てきました。これね、漁港でひらひら泳いでいたんで魚かなと思って救ったんですけれども、実際はこんな子でした。これはウミウシに近い仲間のウミフクロウというのがいまして、その一種マダラウミフクロウと言います。特徴はね、これですね。特徴は裏返すと真っ黒だということです。見事な黒、真っ黒というか焦げ茶かな。綺麗ですよね。で、この正面顔がね、なんかカネゴンに似てません？うちではカネゴンって呼んでたんだけどね、とにかくいつ見ても面白い行動をしてくれるもんだからね、でも気づくと何時間も見入ってしまう、素敵なペットでした。頑張って登りましたね、これは。はい、登って落ちる。基本ね、夜はずっとこれを繰り返してます。登って落ちる。昼間はずっと岩陰で丸まって寝てます。完全な夜行性ですね。意外とこの歩くのが早いんですよね。スイーッと歩いて、この顔の部分、なんか出っ張った部分になんか餌が引っかかるとパコッと飲み込むみたいな、そんな生活をしてました。岸壁採集の定番、1年を通して必ずと言っていいほど漁港で見られる魚といえばこちらのハオコゼ。釣りでもよくかかってきますね。カサゴの仲間で背中のトゲトゲに毒を持ってます。で、結構ね、気をつけないと流れもガサガサしながらうっかり触ってしまって刺されるみたいなことが僕も何度もあったんですけれども、結構嫌われている魚かもしれないんですけど、こうやってね、顔見てみるとなかなかいい顔してるんですよ。かっこいいですよね。あんまり嫌わないで、取れた時にはぜひ触らずにゆっくり観察してみてください。よし、バッチリだ。よし、なんか変態カメラマンみたいになってきた。いやいや、いいよいいよ。いや、それ言って行った方がいいぞ。そのままこっち向いて。いや、言いましょうよ。何でも取れる。現場で盛り上がっていたので、解説を挟めませんでしたけれども、こちらイセゴイという魚の稚魚です。イセゴイというとターポンという名前の方が馴染みがあるかもしれません。大きくなる魚ですね。で、これもね、小さい頃はウツボとかウナギとか、アナゴとかと一緒でこういう透明なスケスケの姿、いわゆるレプトケファルス幼生という時期を経て成長していく魚です。なかなか漁港では見ないかなと思うんだけれども、ちょっと特殊な条件が揃うとこうやって団体で現れることがあります。これがね、成長が結構早くて、たった20日でこんななっちゃうんですね。あ、もう43日経ちと。
あ、もうここまで行くと親の姿にだいぶ近づいてきて、見る影もないですね、レプトケファルスの頃は。